次はどこ行くかな。私は大丈夫です。それより、ああ、あれか、心配すんな、お前の仇は取ってやる。私のことなんて気になさらないでください。試合に負けたのが悪いんですから。いいのよ、私たちが勝手にやってるんだから。仲間を捨てるギルドなんて許せない。そういうことだ。それじゃあ、私たちは行くね。君は優秀な精霊魔導。いえ、そんな私は。失礼です。君の力を必要としているものだ。競技パートは何かな。魔力測定？何だろう。単純に力比べだろうな。どの…それならどうとも言えないようだぞ。仲間と連携することで。ふん、誰が出るか。俺に任せろ。俺が行く。俺に任せろ。本日は簡単な魔力測定器 M 一定時間内にあってやりているの皆さん、その調子。
さて、バトルパートの相手はと。ちょうどよい。皆集まっておったか。じっちゃん、どうしたんだ。これが騎士と出るか京と出るか、たった今AB レイブンテールの失格により参加値なので、両チームを一つにして新点数はどうなるの。低い方に準ずるらしい。ひどいねそれ。しかし運営側の判断なら仕方ない。でも考え方によっては最強チームを作る。関係ねえ、全部倒す。ちょっと、まあ、バトルパートはタッグバトルみたいね。フェアリーテールはナツとガジル、どっちもドラゴンスレイヤーじゃん。ギヒ、上も分かってるじゃねえか。なら俺が白いのだな。これまでの借りは全部返してやる。打倒セイバートゥース、燃えてきた。ガツンとかましてこい。俺たちの分までだ。応援してます。夏たちならきっと勝てるよ。思いっきりやるがよい。あとは何も言うまい。この時をずっと待ってたんだよ。試合エイリューの音を。カリューのキャッチ。やばいぞ、一気に行け。やっぱ強えな、ガシ。お前ら、その程度の力で倒したんじゃない、殺したのさ。自分の親じゃなかったのか。あんたには関係ねえことだ。
今ホワイトドライブ、シャドウドライブ、行くぜ。ホワイトドライブ、シャドウドライブ、聖なる白き裁きを、ホーリーフライナー。彼らは今その姿を見せず、確実戦やばいよ、一気に行かない。やばいよ、一気に。血流の暴行、霊流の暴行、白流の鉄拳。あまり調子に乗んなよ。交流拳、白龍の鉄拳、白龍の方向、ガリューのゴー、第三世代の真の力におののか。ありえん、自らの意志で発動できるのか。ドラゴンフォース、この感じ、まだまだ時代は移りゆく。片付けてやる、終わりにする。やばいぞ、一気に行け。ガリューのキャッチャー、やばいぞ、一気に。ありがとな、ホワイトドライブ、シャドウレイ、ガリューの鉄拳、
この力でバイスロギアを殺したんだ。そうか、笑われた仲間のた楽勝楽勝。まだまだ来いよ。また戦おうな。強すぎるよ、夏さん。乾杯だ。俺はどれだけ思い上がっていた。勝者フェアリーテイル。そう、俺まで吹っ飛ばしやがって。つうか、こ、ん？ドラゴンの墓場？さて次は。その調子です。止まれ。俺も正体を明かす。お前も正体を明かせ。そんな、その話、そんなこと。俺たちは大きな勘違いをしていたのと同時に、世界を変えるとエクリプス。おう、おい、サラマンダ。お前、どこ行ってたんだよ。それはお前が。それはいい。これはドラゴンの骨、ドラゴンの墓場。ここで何かあったのかしら。ミルキーウェイ、魂となったドラゴンの声を聞く魔法。ここに眠るドラゴンの声が聞こえれば、ここでな。そしていなくなった私たち。そんな魔法が、すげえぞ。さまよえるドラゴンの魂よ、そなたの声。
が名はジルコニス。翡翠の竜、わしの魂を呼び起こすとはグランディーネの術じゃ。ここで何があったの？こんなにもた、あれは400年以上昔のことだ。自由に空を舞い、大地を駆け、海を渡り、人間などは我々の食物にすた。その竜族の支配に異論を唱える愚かなドラゴンがおった。それに賛同するドラゴン、反対するドラゴンとの間で。反対派ってことは、わしは人間は好きではない。食物、食い物と会話してんのかおめえ。ほら、そういうのムカつくな。それでその戦争はと、興奮、戦況は拮抗しておった。ドラゴンとドラ、やがて共存派のドラゴンどもは愚かな戦略を。滅竜魔法、ドラゴンスレイヤーの原点ってこと？ドラゴンスレイヤーたちの力は絶大であった。しかし力をつけすぎたドラゴンスレイヤーたちは、そしてその人間の中の一人も、男は数多のドラゴンを滅ぼし、その血を浴び続けた。男の皮膚は鱗に変わり、歯は牙に変わり、人間がドラゴンになったの？それが滅竜魔法の先にあるものだ。ここに眠るドラゴンたちはその男により滅ぼされた。竜の王が誕生した戦争、それが竜王祭。あれが元々は人間だった？バカな、やつによりほとんどのドラゴンは滅んでいった。わしは貴様ら。おい、まだ聞いてねえことあんだろ。ダメです、この場から思念が完全に消えました。なんだかえらい話になってきたな。スケール大きすぎよ。滅竜魔法使いすぎると本物のドラゴンになっちまうのか？それは困る。どうしよう。それはありえんよ。誰？話は聞かせてもらった。やはり我々の研究と史実は、アクノロギアはそれに近い。一人のドラゴンスレイヤーを。ゼレフが？つまり全ての元凶であるゼレフを撃つこと。ゼレフを倒す。私はフィオーレ王国軍クロッカス駐屯部隊、極秘に進めていたある作戦に精霊魔。精霊魔。ちょっと待て、何の話かわからねえ。ややこしい話はパッ。夏ドラグニル君だね、先ほどの戦い。んなことはどうでもいいんだよ。こっち言いたいことがあるならはっきり。ついてきたまえ。おい、てめえ。ルーシー様、え、この作戦が成功すればゼレフ、そして悪の。んだこりゃ。下等級メルクリアスですね。陛下のおられる城だ。まずはじめに、数日前ルーシー殿を狙い。あれ、あんたの仕業だ。もちろん危害を加えるつもりはなかったが、いささかあの時は早急に精霊魔導士が必要だと思い込む。大魔党演武は魔導士たちの魔力を大量に摂取する。毎年魔導士たちから魔力を奪っていたのかよ。汚ねえな。何と言ってもらっても構わんよ。世界を変える扉、エクリプス。扉？なんだこりゃ。太陽と月が交差するとき、12の鍵を持つ扉を開けば、時の中400年の時を渡り、不死と時を渡る。
太陽と月が交差するとき、すなわち3日後の7月7日。7月7日。私たちのドラゴンが消えた日。そこまでだ！王国兵？国防大臣殿。部外者ではない。知っているでしょう。あなたは単にこの計画に反対なだけでしょう。よせ。王国兵によくわからん計画の関係者にさらちまったのか。んなことはどうでもいいんだよ。落ち着いてください、ナツさん。相手は王国なんだよ。王国相手ゆえにうかつなことはできんが、向こうもまた国民を存在にだー。ごちゃごちゃ落ち着け。家族取られちゃ祭りどころじゃねえわい。みんな同じ気持ちじゃ。いつもみてえに後先考えんで突っ込んでも、んが黙ってられるほど腰抜けじゃねえぞ。フェアリーテイル。まさかこんなことになってしまうなんて。何言ってんの。落ち込む暇があったら脱出方法を考えよう。ルーシー様、本当あんたのせいじゃないって。私もあんたもエクリプス計画ってのを実行すべきかどうかって話でしょ。実行するべきですよ。私には姉がいたんです。空の私は何をやってもドジばっかりして、いつでも姉はそんな私をいつでもかばってくれた。だけどある日ゼルフを盲信する集団に両親、私は命からがら逃げ出すことしかできませんでした。エクリプスを使えばゼルフを倒せます。この世界にゼルフがいなきゃ。連れて行かれなかったかもしれないか。でも世界が自分の思い通りにだけ変わるとは限らない。過去を変える。後で聞いた話だけど、夏とガジルに負けたセイバートゥースの二人はマスターにだいぶ叱られたらしい。雪乃のように紋章を消せと言われたんだけど、スティングの相棒レクターがかばったんだ。でもマスターの怒りは収まらず、その矛先はレクターに。レクターを消されてスティングは激怒。ついにマスタージエンマに歯向かってしまった。でもマスターのやり方が気に食わなかったのはミネルヴァも同じで、密かにレクターをかくまっていた。けれどミネルヴァは優しいだけじゃなかった。優勝しなければレクターは返さない。スティングにそう告げたんだ。
どうすっかな。よっ。おう。それは。なるほど。よし。よし。あら。ほう。よろしくね。